6月4日のところは質問、アートマビチャーラの実習をしていて無思考の状態になるとある種の喜びを経験しますが、時には的確には言い表せない漫然とした恐怖を経験します、ね、喜びと恐怖どちらも経験するっていうようなことで、かなりこの人はアートマビチャーラを実習しているんだろうと思います。答え、修行中にはそのようなどんなことでも経験するかもしれませんが、というのは瞑想とかアートマビチャーラやれば大発識からいろんなものが湧き上がってくるからです。静まってるとね、湧き上がってくるのに余計気づくわけです。普段でもね、人とお話おしゃべりしている時でもいろんなその他のテーマ以外の考えもこう蘇ってきてはいるんですけれども、自分が話したり人の話を聞いたりしているので気づきがさほどではないんです。で、こうやって静まると中村さんのノートの紙ページがめくれた音とか聞こえるでしょ。僕が喋って皆さんがこっち僕の声にね耳を傾けていると、家内が台所で立てた音とか、その中村さんのノートのページが風でめくれた音とか、まあ多少はね聴覚に捉えられていても大方聞いてないのと同じような現象になります。ですから静まれば、瞑想が深まれば深まるほど実家から考えごとによみがえろうとするような活動ぶりってに気づくようになるので、いろんな感情もにも当然敏感になるんですね。で、この方は喜びと、まあ、恐怖って言ってますがね、まあ、そのようなどのようなことどんなことでも経験するかもしれませんが、そのような経験に立ち止まっていてはいけません。それは実家から蘇ってくるんだってあっさりとね受け流してしまえばいいんです。放っておけばいいんですよ。これは何だろう、これは何だろうって考えるからよくないよね。あるいは喜びすぎたり、岩井さんみたいに怖がったりね、それを肉体に結びつけて心臓止まるんじゃないか死ぬんじゃないかとかって余計な想像イマジネーションをするでしょ。それがフィア恐れなどを余計クリエイト作っていくわけ、新たに作っていくわけ、想像ね。ですから誰でもイマジネーターであり創造家でありクリエイター、創造家、ものを作るんですよ、物事をね。考えるからいろんなものを作ってしまうんですよ。喜びを感じようが、あるいは恐怖を感じようが、それらを感じるのは誰かを自問してって、まあ、ハルシュの答えはいつでも一緒です。喜びを感じる私は誰か、恐怖を感じる私は誰かと自問してね、それらのいずれをも超越するまで、こだわらなくなるまでアートマビチャーラの実習を続け、二元性が解消して真実在セルフだけが現状するようにしなさい。この地図からはいろいろなイメージ、考え事、現象が出てくるけれども、それらにこだわらないようにして現れては消えて、現れては消えて、去来するものがなくなって、このコンシャスネスと一体になるまでアートマビチャーラは続けなければいけないっていうことで、まあ、それが1時間、2時間、3時間とかね、限定的ですけれども、そして最終的にはラマナ・マハルシみたいにもう外れなくなるわけですね。そこから外れなし。それがセルフ・アバイダンスね。アートマ・ミシタって言われる真実在への定住、拡充、定律とか言われているものですね。まあ、そこまで実習するっていうのは、この章で、まあ、当然実現しないとは思いますけれども、何度も何度もチャレンジするっていうことですね。チャレンジした記憶は残るんですね。修行をしていて喜びに包まれるのは真実在セルフからの至福が、まあ、ある程度の雲にね、実家の雲、この
合間を縫って太陽の光が差し込んでくるようなもので届いてきている証拠ではあるので喜ばしいことなんですけどもね、まあ、それが続かないわけですね。で続かなくてこの方の場合には今度は恐怖ね、喜びじゃなく恐怖が出てくるというのね。恐怖に襲われたりするのは自分意識が揺らぎ始めているからですが、だいたいね、恐怖っていうのは自分の肉体がどうかなってしまうんじゃないかっていう恐怖が、まあ、99% だと思うんですよ。このまま瞑想を続けて息が止まってしまったら死ぬんじゃないか。死ぬっていうのは肉体がね。実感がなくなって私意識が死ぬんじゃないかって怖くなる人はいないんです。ほとんど肉体のことなんですよ。ですから、その、我心権、私はこの肉体であるっていうのが揺らぎ始めるときに一番恐怖を感じるわけなんですね。自分の強烈な、おそらくは一番強烈な観念、我心権っていうのはね、私はこの肉体であるっていう意識、それが壊れかかるとね、いやそんなバカなことはないってね、なんとしてもこの肉体生命のね保持を自分意識は願うんです。そのようにして生きてきてますので、だから怖くなってきたら喜ばしいことだと思ってブルブル震えながらわっはっはって笑ってみたら、恐怖に襲われたりするのは自分意識が揺らぎ始めているから、あるいは我心権にねちょっとひびが入りかかるからっていうようなことなんですね。これらは結局は同じことの表裏表のようなものです。真実在の至福を一時的に受信するのも自分意識ならば、真実在の至福に包まれて喜びに満ちるっていうのはまだエゴが喜びに満ちるって感じてるんですよ。真実在がそう感じてるんじゃないんですよ。でまたそれが消えていって恐怖に襲われるっていうのもエゴがそう感じてるんで、真実在セルフじゃないんですよ。どちらにしても何かを感じるっていうのは対象を、自分が何かを感じるっていうのはエゴが感じるっていうことですね。真実在セルフだけなら一元ですが、真実在と自分意識に分かれれば二元になり、その自分意識はいろいろなものを感じる多元に現象を認識して喜んだり恐れたり悲しんだりの名目世界を創造クリエイト、ね、して、まあ、イマジネイト、イマジンして実際にそういうイメージを作って、それが現実だって勘違いしてしまう、そういう世界で一生終わってしまうということなんですよ。1、真実在が2、エゴを生じ、エゴは3、もう無数のイマジネーションの世界を作るということです。1、2を生じ、2を、2、3を生じというのは、まあ、老子にある言葉ですね。ですから自分が感じること、考えること、何でもいいですから、そう感じる、そう思う私は誰かって、どれぐらい皆さん一日のうちに戻れるかっていうことですね。戻らないでほとんど来てるでしょ、行きっぱなしでしょ。ご質問ありますか。まあ皆さんもね、瞑想とかアトナビチャラとかに打ち込んでね、喜びや恐れやね、まあ、いわゆる心臓の恐れじゃなくね、別なものを肉体から離れる恐れとか、そういうものを感じられたら大変結構なんですがね、まあ、そこまでまだ瞑想を皆さんしたことないっていうような段階だろうと思いますね。ちょっとした現象に怯えるとか、まあ、そういうのは誰にでも経験あると思いますが、まあ、そういうのは瞑想を修行したっていうことにはならないしね。まあ、一番多いのはね、座禅とか瞑想とかね、やると、そういうのを指導すると、息が苦しくなるんですっていう質問が一番多いんですよ。中野さんたち、気候の人たちが主催したところでも、アーナーパーナサンスティの処方を、ちょっとガイアサロンで指導したでしょ。あの時でもね、中年、ボケる年上の方が、
中年じゃないわ、高齢者の方がね、60か70、僕はその時はまだもうちょっと若かったですが、舞台裏の方に来てね、中野さんに連れられて、息を吸って息を吐いてってやると苦しくなるんですって言うから、まあ多少苦しくなるのは集中してるからいいことですから、そのまま息を吸って息を吐いてって続けてくださいって言ってもね、僕の言うこと聞かないで、それやってると苦しくなるんですって、岩井さんみたいにドキドキするんです、苦しくなるんですって、自分のね陥った状況を何遍も何遍も繰り返すわけ。次やればまたそうなるでしょうね、こだわってるわけですから。だからそれでもいいから放っておいて、息吸ってるかどうか吐いてるかどうか、それだけ観察してくださいっていうのは耳に入んないよね、もう岩井さんたちでもね。パニックに陥るともう人の言うことはまるっきり入らないんですね。わかるでしょ、中村さんでも加藤さんでも安田さんでもそういうパニックの状態になったことあるから、人の言うこと全く入らないでしょ。カウンセラーでも、あるいは精神科のお医者さんでも言ってること、患者さんの耳には入らないんですよ。皆さんでも夫婦喧嘩なんかするとね、まあその後誰かになだめられても、こんちくしょう、あんちくしょうと思ってもう頭がカッカとしてアドバイスなんか入んないでしょ。うん、それと一緒さ。そういうことも起こるもんだ、ね、こんちくしょう、あんちくしょうねと思う私は誰かって、その時は出てこないから、普段からやってこないとダメなんです。突然その時にね出てくるわけないんだからね、普段の実力が出てくるわけですからね。ここはよろしいですか。特別なければここまで。